強迫性障害っていうものがあるんですけど、この強迫性障害の中に加害強迫っていうのがあるんですね。要は自分が何か危害を加えたんじゃないかと。実際はやってないんですよ。何もやってないんですけど、勝手にそういうふうに思い込んでしまう、まあ、障害ですよね。そういうのがあるんですよ。加害強迫っていうのがね、その強迫性障害の中に。強迫性障害自体は、まあ、ググってもらえれば、まあ、いろいろとね、詳しく出てくると思うんですけど、この加害強迫観念の消し方について、ちょっと動画をね、撮ってみました。はい、これ、まあ、わからない人には本当わかんないと思います。え、なんで？え、なんで？っていうふうになると思うんですけど、でも、一定数世の中には、何もやってないんだけど、相手に何か危害を加えてしまったんじゃないか、加害してしまったんじゃないかっていうふうに思ってしまって、その思いが全然こう頭から離れなくなってしまって、毎日苦労している方々が一定数いるんですね。例えば、人とすれ違った時に、何もしてないんですけど、ただすれ違っただけなんですけど、触れてもいないんですけど、なんか殴ってしまったかなとか、例えば、駅でホームを歩いてる時に、線路側で誰かとすれ違った時に、ふっと落としてないかな、ふっとこう、ね、突き落としてないかなとか、ね、何もやってないんだけど、そういう観念にとらわれてしまう。で、あとは、まあ、男性で言ったら、女性とすれ違った時に、痴漢行為を働いてないかなとか、触れてないんだけど、なんかそういうふうに、なんかやってしまったんじゃないかなっていう思いに駆られてしまう。まあそういうものを加害強迫観念っていうんですね。そういうふうに頭の中を巡るまでのことを観念と言って、で、実際に危害を加えてないかどうかっていうのをわざわざ一回もう通り過ぎてるにもかかわらず戻って確認したりだとか、振り返って確認したりだとか、例えば、さっき駅のホームの話もしましたけども、線路側で誰かとすれ違った時に、押してないかな、そんで落ちてないかな、相手は、みたいな感じで振り返って、線路をね、ホームを見てみたりとか、あとは痴漢行為を働いたんじゃないかな、みたいな風に思って、相手がこっちを見返してるかな、見てるかな、とか言って振り返って、相手のね、歩いていく後ろ姿を確認したりだとか、しかもそれを何度も確認したりだとか、そういうふうに行動に出てしまう。まあそういうのを、行動に出ていることを強迫行動って言うんですけど、まあその強迫行動のことは、まあここでは割愛しますが、その行動にはその前提として観念が取り、観念がまず先に来ているので、その観念を消し去れば行動にも出ないっていうことで、今日はその観念の方について、その消し去り方ですね、ちょっとお話ししようと思うんですけど、まず前提に、そういうふうに思われている方々、ね、人たち、大丈夫です。まずね、そういうふうに思っているあなた、そこのあなた、何もしてませんから、ね。あなたが相手に何か危害を加えていませんから。まずはそこです。はい。まずはそこ。で、これで解決できたら何も苦労しないんですよ。で、次に、まあ、こういうふうな考え方をしてみたらどうでしょうと思うところが一つあります。第三者、もしくは自分自身でもいいんですけど、例えば何か危害を加えてしまった、いや、実際にはやってないんですけど、危害を加えてしまったかもしれないみたいな感じで思った時に、こう考えてみるんですよ。例えばそこに警察が来たと。で、警察が来て自分を尋問してきたと。で、具体的にどうやったんだって聞かれた場合、その具体性を言えますかって話なんです。やってないから言えないはずなんですよ。例えば、女性と、まあ、男性のケースだとしたらね、まあ、女性とこうすれ違ったと。で、その時に、あ、何か痴漢行為を働いてしまったんじゃないかな、っていうふうに、そういう観念に駆られたとします。脅迫観念に。で、それが拭いきれない、消しきれない時に、
じゃあ仮に触ったと仮定した時に、じゃあどこを触ったんだっていうふうに具体性を持って考えてみるんですよ。胸を触ったのか、ね、まあ前面のね下半身を触ったのか、太ももを触ったのか、お尻を触ったのか。お尻はお尻でも、じゃあ右側のお尻を触ったのか、真ん中を触ったのか、左側を触ったのか、じゃあ手のどこで触ったのか、手の甲で触ったのか、手のひらで触ったのか、じゃあ手のひらだったら手の何指で触ったのか、手の甲だったら、まあ、手の小指側で触ったのか、ね、手の甲の中央で触ったのか、親指側で触ったのかっていうふうに、自分もしくは仮に警察官とかにそう具体的にどこを触ったんだってこういうふうに聞かれた時に、具体的なことを自分が答えれるか、あれどこ、アートやってないんだから答えれないんですよ。逆を考えてみましょう。もし仮に本当にそういう痴漢行為実際にやってたとしたら、どこをどういうふうに手の自分の手のどこで触ってとか、具体的にスッと出てきますよね。スッと出てこないってことはやってないんですよ。っていうふうに考えてみたらどうでしょうか。やってないんだから具体的なこと聞かれても答えれるわけがないんですよ。漠然と抽象的に何か危害を加えてしまったかな、痴漢行為を働いてしまったかなっていうふうに抽象的なふうに考えてしまう。そこから抜け出せないからずっとぐるぐると脅迫観念が付きまとうわけで、その抽象的なものから具体性をどんどん細かく具体的にしていったとき、スッと答えれなければ、まあ、やってないからね、実際にやってないわけだから答えれるはずがないんだけども、あれどこで触ったっけ、どこを触ったんだっけ、胸だったっけな、腰だったっけな、ね、お尻だったっけな、ね、下半身、ね、前側の下半身だったかなとか、なんかそういうね、やってたらすぐパッと出てくるんですよね、実際にね。やってないから答えれない。だからあなたはやってません。はい。やってません。ね、だからそういうふうに、脅迫観念に取りつかれて、ずっとね、頭の中でぐる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 考えが巡ってしまって、ね、その一時一時もしくは一日楽しい時間をね、そういうふうに台無しにしてしまうのですから、もしそういう脅迫観念に駆られた時に、仮にやったと仮定して警察官に尋問されて、じゃあ自分は具体的に答えれるかって、そういう頭の中でシチュエーションっていうんですかね、そういう想像をしてみてください。そうすれば実際やってないわけなので答えれるわけがありません。ええ、どうでしょう。ちょっとはこう加害性の脅迫観念から気持ちがふっと楽になったりしませんかね。まあ一つのね、脅迫観念を消し去るという一つの、まあちょっとこう手段として、加害脅迫観念に苦しんで見える方は一度試してみてはいかがでしょうか。常に頭の中ね、そんな無駄ないらん観念にね取りつかれてね、一日過ごしてね、せっかくの貴重な時間を台無しにするよりもね、そういうふうにパッパと切り替えてね、安心してください。あなたは何もやってませんね。やってもいないことで苦しむ必要はないんです。そこを最後に改めてですけど付け加えさせていただきます。あなたはやってませんから安心してください。ではまた。